フォーカスです。今日はまずこちらをご覧ください。細かくまるでこう色鉛筆で描いたような温かさがありますよね。繊細ですよ ね、 ねあ、本当だ、綺麗だな。これあの絵ではなく版画なんですね。版画なんです、はい、メゾチントという技法を使った銅版画なんです。この銅版に向かい続けて34年、銅版画家の岩谷徹さんにお会いしてきました。先日郡山市のギャラリーで開かれた版画展、そこには静かに光を放つ作品が並んでいました。銅版画家岩谷徹さんの作品です。郡山市で生まれた岩谷さんは35歳の時に奥さんとフランスに渡り、29年間パリで銅版画作品を作り続けてきました。フランスに渡る目的はやっぱりあの銅版画でね、飯食べられるようにね、身を立てられるようにというのが一つの目的でしょう。そのフランスで生まれた岩谷さんの代表作品がこの能シリーズです。暗闇に浮かび上がる能面、フランスで作成したとは思えないとても日本的な作品です。とにかく向こうに行ってね、向こうの連中がやることをやってたんでは性分なんないんですよ。これはもう作戦として始まったんですね。でも そのシリーズがもう売るためのシリーズからね、10年後には本当の自分のそのいわゆる本当の作品に昇華してきたんですね。岩谷さんの版画はメゾチントという技法で制作されています。このメゾチントという技法、昔は写真代わりに使われたというだけあって、その表情はとても繊細です。その制作過程を見せていただきました。銅の板にベルソーという細かい刻みがついた刃で細かいまくれを作っていきます。そのまくれを金属のヘラでさらに磨いて微妙な変化をつけていきます。これだけでも気の遠くなりそうな作業ですが、この銅の板を色の数だけ作るのです。それだけにうまくいった時の気持ちは格別です。あの油でも水彩でもあのダイレクトに自分の感情表現できますよね、筆でね。ところがあの銅版画っていうのはですね、木版みんな同じですけども、あのちょうど左右シンメトリーに反対になるんですよ。感情をね直接ぶつけるよりもそれを計算して反転したして正反しないと元のねイメージに戻らないんですね。その間接性っていうのが僕には合ってたのかもしれないですね。岩谷さんの作品は香り立つような黒の中にまるでそこだけ日の光が当たったような温かさを感じます。深いところでね、やっぱり仏の慈悲みたいなのを感じるようなね、深いところではホッとするようにねやっぱ作りたいですよね。一見こう静かで何も内容だけども 見ていくことによってね、こう仏の慈悲みたいなのがふわーってこうね、なんかこう立ち上ってくるような作品できたらねすごいなと思いますけどね。パリから地元郡山に戻って7年目、メゾチントへの情熱はまた優しい光の作品を生み出していくことでしょう。岩谷さんの作品もっと見たかったですね。ああそうですか、今ちょうどあの版画展をやってましてね。あそうですか、そうなんです、現在郡山市立美術館であの開かれています版で発信する作家たち2005というこの中にあの岩谷さんの作品含まれていますので、ぜひご覧いただきたいと思います。じっくり見るとおそらくその深い味わいがね、もっと味わえるかなと思いますね。そうですね、とってもあったかい気持ちにさせてくれます。はい、またこの岩谷さんですね、まあ、制作にまあ情熱を注ぐ一方で、あの月2回銅版画教室も開いているということで、まあ、後進の教育にも熱心にされているということですので、興味のある方はこちらの連絡先までどうぞお問い合わせください。以上土曜フォーカスでした。